ということで、こんにちは。なんちゃってなんちゃって YouTuber 始めました、あゆいといです。ということでね、今回は動画で珍しくゲームを行っていきたいと思っております。ということでね、まあ背景の方を見ていただければわかる人はわかると思うんですけども、他の YouTuber さんたちが結構やっているワンハンドクラッピングという自分の声を使ったゲームなんですね。で、いろいろ見たことはあるんですけども、やりたいなと思ってても、一度やろうと思ったんですけど、 Windows 7だと、ゲームがですねダウンロードできないという謎現象に見舞われまして、パソコンをね修理できたのでやっていきたいと思っております。まあ知ってるけど初見ってやつだね。どうなるかはまあお楽しみで、ということでいいかな、いいよね。はい、ということで始まってまいりました、ワンハンドクラッピング。これさ、すごいいろんな方のを見てて、この映像とかすごい好みなんですけど、やっとできるっていうのがね嬉しいです。なんだろう、この若干自分の声が聞こえる慣れないゲームっていう感じですけどもね、日本語にしてやっていきたいと思います。なんか操作とかそんなに難しくないと思うんでね、なかなかまあ楽しんでいければいいかな。ちょっと待って、すごい耳が気持ち悪い。あれ、ちょっと待って、あの塊ってまだ出てくるよね。出てこなくていいんだけどな。綺麗よね、綺麗。一番低くて、あー、これ一番低いのでいいのかな。すごい可愛い。口開いてる、なんだろう、食べそうだよね。あ、おっと、SWD 両手使う、あ、どっちでもいい感じかな。あーし、ね、これなんで口開け、あー声に反応して口動いてる、可愛いな。どこはね、いや、喋ってたらあれかな、ダメかな、ジャンプ前押せっていや、あいつら泣かないよね。エスケープを押して、え、ちっちゃいってこと、え、これおかしい、マイク音量わかんない、大きく、ごめん、大きくしたらノイズまで拾ってる。こんな感じでいいのかな、変わんないじゃん。もうちょっと上げたい。でもこれくらいが可愛いさて、なんだなんだ、あ、ちょっと待って、世界に影響を与えるために歌、鼻声、チームエボッコ、ちょっとん、あー、もうちょっとだよ、あー、ジャンプすればいい。ということで、なんか そのさ、黒い塊、声を出すな、怖いわ。なんか今文字出たの何だったんだろう、ちょっと待って。ねえ、だから泣かないでよこいつら。説明わかんなかった、あー、やー、あー、どこまで高くすればいいの今。あれ、すごい変なとこから声出たよ。これ上、ちょっと、怖いよそんな要素あったっけ。これどうするの、あ、あー、
ごいヘッドホンで聞いてるとすごい背中ゾワゾワする。落下の痛いわ。絶対さ顔面から落ちたやろ。必ずね後ろに何かないか確認するというねことはしていきましょう。パッチ、あのなんか泣くのはいないのか。いないみたいだね。かつったかつったかな。かつってない。なんかこれも不気味な音するなあ。でも綺麗だね。やっぱり自分で歩けるとすごい幸せ。出てきたよ。さ出たな葉っぱ。にゃーにゃーん。オッケーオッケー。あいつ歩くの早いな。ちょっと待つべし。またそう、これがねみんな気になってたんな。あ、色変わる。あ、すごいね、ね、ね。あれもう終わり。色変わったんだけどな。終わっちゃった。じゃーん、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 じゃーん。ちょっと待って、やり方がわからない。じゃ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 ーじゃ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 ー。待って、息が続かないちょっと待って。あれ、どれにファソラシド。なんかえらい発見だね。適当。あーちょっと引けた。あれかな、適当にやるからまっすぐ行かない。まあ、いいや。これは？何も見てない。なんで消えないの？じゃあ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 。じゃあ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 。超えれた。何回やるんだ？あー高かったよかった、よかった。これなんかあるんだろうね。で、喋るとっていうか声出すとほら、何？匂いよ。匂ってるこの子。あれ降りれない。匂ってるー。匂うよー。違う、これは口臭か。なんだ？
がすごい難しいぞ。腰を振り巻きながら歩く。
か聞いてないから。にゃんにゃん、あーあー回らない。方は違う。なんか違うんだよね。まあ仕方ないね。半音とかわかんないんだけどな。はい。なーに？そのスカートいいね。間違った。
もう一回、もう一回。なー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 あーどこだよ。その頭むしってやろうか。もう一回教えて。教えて。そうしよう。ファルセットだっけ？わかんないよ。もう疲れた。忘れちゃった。
それさ、不可能だわ。いや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 ってできないもん。だってさ、8分音符ってすごい大変なのよ。知ってる？8分音符って、あれ？何だったの？8分音符ってすごい僕にとっては難しいのよ。出ちゃった。手振ってるよ。もやしじゃないね。チンゲンサイ。出れなくっていうか言い方おかしいかもしれないけど、おかしいわな。出れなくっていうか、なかなかね、こう何て言うんだろう、自分の思い通りのことが出せなかった部分もありますが、まあまあまあ無事にクリアできたということでね。ということで画面戻ってきたということでね、ワンハンドクラッピングちっちゃかった。ワンハンドクラッピングなんですけども、まあ前々からやりたくて、ちょっとね、アイオ的にはもうちょっと違う画面がおかしくなっちゃった。ちっちゃくてもいいちっちゃかったらダメだよね。もうちょっとね、こううまくできる予定もしてはいなかったんだけど、思いのほか喉痛い変な声の出し方をしてしまったので、まあそこは反省点だけど、なかなか面白いものができたんじゃないでしょうか。まあね、だいぶあゆいといの声に慣れてる人でも、すっごくヘッドフォンとかで大音量で聞くと死ぬほど耳が壊れるようなね声ですけども声を出していましたが、楽しんでいただけたんではないでしょうか。ということで、今回のね、ワンハンドクラッピング、今、体験版が公式のサイトからダウンロードできますので、もしやってみたいよという方いましたら、そちらからダウンロードしてやってみてください。またね、Steam では告知出ていますが、そのうち正式版っていうのかな、わかんないけども出ますし、なんかちょろっと調べたら、なんか携帯でもできるっていう話を聞いたんでね、もし、そういうことって変だね、そういうのでお目にかかったりやってみた方いましたら、ぜひとも楽しんでみてください。ということで、今回の動画はここまで。チャンネル登録寛大よ、締めくらいかますなよ、かまずに言えようだな、なんか日本語おかしいぞ。チャンネル登録、高評価、
ツイッターのフォローなどなどしていただければ喜びますので、よろしくお願いします。ということで、またねー。